最初のドミネではないですけどもね。さあね、うぅ天罰食らった、えぇ、もう手、運命としか思えないよね。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあ、今回はね、XMG、これ。あれね、もうすごい好き、これ。デュアル。デュアルでね、腰試しながらね、進むんですよ。こう、昔のエイリアン2に出てくる、こう、ローダーを思い出しますよね。パワーローダーというか、こう、ガチャンガチャンってこう、進むね。わかる人にはわかるんですが。非常にね、こうね、なんかね、こう、ロマンがあります。ショットガンもいいんですけどね、これに最近ハマっててですね、最近というかね、これがいつの動画上がってるか分かりませんけども、ちょっと時系列がバラバラになってるかもしれません。ため撮りしてるので。さあ、やっていこう。ここね、なんかギリシャっぽくて好きだな。なんか、観光地みたいで。この右上から見られるんだけど、どうだろう。スピードでいけるか。いけるか、いけるか。いけ、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 ちょっと待って。ソファーかなんかに引っかかってた。ちょっと待ってくれや。このね、腰ダメと、このハンドガンですね。で、やっぱここ、シビアだな。こっちはシビアだな。C の方行こうか。よしよしよし。いた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 。で、スピードが速くなるやつをつけてます。これです。これね、下からも行くぞ。うら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 。よーし、地面抜きだ。弾幕、弾幕のロマンじゃ。いや、弾幕、あ、ごめん。弾幕もね、貼れるんでね、これ好きですね。見てください。左右150発、リロードなしでいきますからね。いいですか？合計300発を打ち込むことができる敵の体に埋め込むことができる300発を。怖い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 。家の中入ろう。お邪魔します。お邪魔しますっていうか、洞窟みたいになってた、今。なんだこれなんだこれなんだこれ。今なんだ、上にいるだろ。よし、オッケーオッケーオッケー。さあ入ろう。さあ来い、さあ来い。これになると鏡ないですよ。こいつなんだ、こいつなんだ。こいつ。先隠れ。あの距離無理。これになるとちょっとしゃがめないんですが、ハンドガンだと、しゃがめます。なんでしゃがむとき、しゃがむというか、伏せるときですね。ハンドガンを使った方がいいでしょうね。後ろ後ろ、あ、ごめんごめん。ごめんごめん。中入ります。さあ、走ってくぞ。これを使ってもこのスピードですから。どげどげ、なぎ倒していく。押し通る。よしよし。例えば、ツイッターかなんかで、おじいちゃんみたいな声で、面白いですっていうね、コメントいただいてね。なんか、じいさんアイコンにした回がありますわ。よし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 。OK。じいさん頑張っていくよ、今回もね。じいちゃんね。おじいちゃん、孫のために頑張っていくから。健太くんのために頑張っていくよ、じいちゃんね。よし、こっちから行こう。健太くんって誰だ？誰か。下か。おい、どこい、どこい。おい、待て。これぞ弾幕しながらの、よーし、打ち勝った。これこそ弾幕しながら、またんか。あ、リロードいらん、いらん、いらん。いらん、いらん。で。大体ね、弾尽きる前に、まあ、命はね、亡骸となってしまいますけどもね。五輪中します、私もね。大丈夫？でもね、やっぱね、危ない、こっち、こっち、まずい、こっち、まずい。怖い、怖い、怖い。やはり年取ってくるとね、ちゃんと運動しないとダメですよ。うん。こんな複雑な操作はね、おじいちゃんにはちょっときつい。おい！こら、こら、こら！よし。平泉聖に声似てますね、とね、この前もコメントありましたけども、昔ね、ちょっと真似してたんですよね。実況でね。こんにちはとか言ってね。母さんいるかな？母さんここに入ってる？洞窟みたいなとこ母さんいるかな？とか言いながらやってたんですよ。母さん？先進医療保険のね、新プランが出たんだってよーとか言って。アキンボのこの銃を使っていくんだよー。アキンボ、アキンボ食らしてあげるよー。
とかね、よくやってました私も。待て、 C が、マダンが、これ一発ですわ。このハンドガン一発なんですわ。結構な距離、近い距離だと一発格殺で使いやすいですね。ちょ、遠くなるとあれなんですが。よし、これちょっと据えよう。大丈夫かな。誰か入ってるなぁ。どこだかなぁ。そこに。これ一発なかなかいいでしょ、この。あ、味方か。これが最初に上がる動画かもしれないけども、大丈夫かなぁ。これ最初でいいのかなぁ、なんていうね。ちょっと待って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 。うわぁもう弾幕、弾突、平泉みたいな感じで私はねやっていきたいと思います。これねスピード上げてるのにこの遅さですから、結構ね遅いよ。あ、ハーフタイムで、ちなみにジャンプした時にブーストかけてビューンってダッシュした時にマップに映るらしくて、ポワーンっていう感じでね、でそれを消すために、ブースターサプっていうそのをつけてますね。ブースターサプっていう名前だとか忘れましたけどね、ビャーってやった時にマップに表示されないっていうね、まあ、よく走り回るんでねこれで。ライトウェイトとなんか上から格闘攻撃するとバーン降りるみたいな、なんだっけ説明がめっちゃ曖昧で申し訳ないです。うわこれね、でもね B の方行くと私役立たないからな、ちょっとでも入ってみようか。あ、縦の人入ってくれてる、これはありがてえ。あ、味方か、こっから行きましょう。やば、今通り過ぎなかった。ちょっと待って待って、いるぞ。こらおい、これが弾幕だ。ここのなんかここでね、まったりほんとリゾート過ごしたいですよね。こんなとこでさっきのソファーとかでね寝っ転びながらね。あー、階段ずり落ちだわ。お視点が定まらないぞ。あー、間に合わなかった。ブーストかけて、ブーストかけて、なんだーなんだーちょっとなんだこりゃ。急に天罰が下ったわ。急に天罰下った私に。なんか、あれが、ちょっとこんなリゾート地で美女と無夫婦な感じを妄想ちょっとだけよぎったために天罰が下ったみたいですね。いやー、ほんと煩悩はね、ダメですね、ほんと。誰も死にやしね。上か、あれ、え、あ、みんなここで。こんなエロいですよね、このプール。あ、やばい、痛い痛い痛い。お尻に、お尻に何発か当たってる。あ、大丈夫ですか。よかったよかった。いや、これ見せてあげますよ。ほら、一発。この距離だと一発なんだよね。いいかな。入るか。しゃがんときます。あの天罰のストリーク何なの？いいね。天罰と名付けよう。勝手に。あ、この距離は格殺じゃないね。あ、失敗した。またまた、なんか。おーい。え。こっち逃げる。よし、このまま A に乗り込みましょう。OK。一緒に行こうじゃないか、このリゾート地を。ん？あ？え？あれ？おお、あ、え？あ、味方か。いや、申し訳ない。すまない、味方。ついリゾート地だからって言って、大はしゃぎしてしまいましたわ。これはまた天罰降ってくるかもしれませんな。天罰来るかもしれないぞ。まだんか、私が天罰となろう。おい、ここ、あ、バーだね、ここ。いいね、こんなところで。あのモキュールでしたっけ、名前忘れたな。ジントニック飲みたいな。ここで美女とね、あの距離勝ててほしいな。おい、よし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 。あと集団性を高めるなんかレーザーサイトみたいなのがアタッチメントつけれるらしいんで、それもこれ使いこなしていって、つけてみたいと思います。さあ来い、来るか。
来ないでいい、来ないでいい、やっぱ来ないでいい。なんかさっきからガシャンガシャンイントロがいろいろ解除されたみたいだ。よし、こっちいんの。何気に接戦じゃないかこのドミネ。おおおおお、これ最初に上げようかどうか迷うな。何本かため取りしてて、どれを最初にするかちょっと迷ってるんですよね。よし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 、最初のドミネではないですけどもね。さあね、うぅ天罰クラッド、いいもう天、運命としか思えないよね。美女のケツがどうとかって言ってるから、いや言ってはない、美女のケツはどうとかって言ってないな、美女とムフフがどうとかって言ってたからもう天罰ですわ。バイバイ、ね、今回ナイフで投げ切られるとこう吹っ飛びますやはりこう腕力すごいんでしょうね、こうパワードスーツみたいなのがね。待てー、あれ誰もいない、この先か行こう。待て待て、あと18秒、接戦、あれあれ、あ、いいか、いいか、いやこのままこのバーを抜けて最後ムフフな感じで、ムフな感じで行こう、ムフな感じで。ちょっと待て、いや 見間違いだったみたい、じいちゃん間違ったどうですかこのアキンボ、なかなかいいでしょ。私何、微妙な成績だけどね、いや楽しかったな。なんかこれなんか最初の動画としていいかもしれないな。うん、そんなわけで皆さん、ぜひともこのリゾート地でね、無風な妄想をしてはいけません。天罰が落ちてきます。それでは、お疲れ様。何の情報なんだ、これ。それではお疲れ様でした。ベルクラでございました。皆さんの良き FPS ライフを祈っております。チャンネル登録は、PC からは、画面上のアイコンから、そして、携帯機器、スマホなどの方は、下のチャンネル登録ボタンの方から、どうぞよろしくお願いいたします。